皆さんこんにちは、日本人の兵庫県民の河合圭介です。2023年8月18日19時14分、時刻は夜ですけども、最近見た、インターネットニュースでは兵庫県の西宮市、西宮市から少し離れたところなんですけど、神戸市の、北区の神戸電鉄岡場駅の有野台の近くに物流センター、まあ、これは自分で撮影にも行きましたけども、あんなものもともと必要ない。で、このね、すぐ近くの、西宮北インターチェンジから岡場駅までの間にかけて、物流センターがあります。で、川西市に同じように物流センターを新しく作ろうとしますけども、それ人間が物を運ばないで余計な電力消費してるんだったら最初から作らなくていい。そこの会社の売り上げとか返済させます。国庫に余計なエネルギー消費してたんだったらね、建設してるのにものすごいエネルギー使ってますよ。今ある設備を大事に使ったらよかっただけ。自動で動いているロボットとか使用してたら許しませんから。それ加工したり、その動かすのにバッテリーどれだけ無駄にしてるか、電気自動車化を阻害してる。また淡井圭介の顔変えてきよ。老人側の顔にここはやつれてきて、すぐ人の顔取りよ。鬱陶しい連中や。テレビ出てるときはそれで自分の顔をよくしようとしと、ワールドビジネスサテライトに見と、もうそれとついでや、ワールドビジネスサテライトの佐々木明子さん、もう降りて。無理。もう経済側の人間がめちゃくちゃなことばっかり言うよ。あんたもともと議員してた。名前書いてテレビ出てきてる。この間言ってはならない一言言ったよ。建設業界のこと、担い手の人がいなくなっちゃいますねって笑いながら言ってたでしょ。全然僕のホームページ読んで勉強しないでしょ。 YouTube で述べてる内容いらないよ。あなた僕の家の中覗いて寝転んでテレビ見てるときに、この人の相手できるって誰かに言われて、首振ってた。家の中でテレビを寝転んで見るのは普通。顔が綺麗汚いなんかで判断するな。生き方の方が重要や。いくら稼いだかで人の価値が決まるんじゃない。建設業界がいらん建物たくさん作ってる言うとるやろ。君が国庫に返納するか、万博の費用とか。これ以上経済番組で余計なこと言うなって言ってるやろ。他の出演者も同じや。国民の税金が使われてるんだよ。君たちにはすでに癒着が判明してるから発言権なんかないんだよ。言い訳の弁明ぐらいや。裁判所でこんなに怒らんとわからんか、一般人の怒りが。君たちが高級取りになる資格なんかないんだよ。逆や、全部。世の中経済の話めちゃくちゃにずっとしやがって。大江真理子で固定しとけ言うだやろ。いちいち経営陣もコロ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 変えて。もう40後半ぐらいの人間を代表取締役に選ばれなさい。選びなさい。怒らされすぎたらこちらもろれつ回らなくなる。その年齢で仕事途中で降ろされたらもう後がないっていうことを自覚してる人間が役にならんと無理や。この国ずっと何もしおらん。河川水門開閉式ダム発電、地下水流トンネル発電、誰かしてくれると思ってんの。誰もしないよ。自民党見たらわかるやろ。ほったらかしや、ずっと。どれだけ悔しい思いしてるかわからんのか。何人の議員が名前変えて偽名でテレビ出た。詐欺罪だよ。いまだに神戸市の裁判所誰も名札つけてん。それするからどこの誰かわからん組織の人間が入り込んでくるっていうことを覚える言うたやろ。
が上、逆や、実力社会や、公務員がずっと悪いことしとんねんや。分かったやろ、もうホームページ淡井圭介の内容全部読め。エネルギーの残存量問題とか君たちがずっと阻害してたんだぞ。警察官とか精神病院に入れたりとかして、叱られて当然なんだよ、怒られて、それを受け入れて、私たちが失敗してたんですって認めなきゃならないんだよ。裁判官が、行政が悪いって。一応大江真理子は、こちらが間違えてものを言ったときに、先にこちらは答えを提示してる。ある程度は覚えてる、大江真理子なら。どこにそんなお金があるんですかねとか、一応しっかり言い返してきよ。淡井圭介に下手な言い方言い返したら、その人間も後なくなるって思って、人類全体のや90億人の命がかかっとうねん。いつまでたっても行政が鬱陶しいことばっかりして、こっちはへえこらせんかったら、頭下げてペコペコせんかったら、その人たちがまるで手柄立てるような形で話持っていったらんかったら、ずっと逃げてた。ダメ、今頭の中で思い描いたな、よう。今懸念が浮かんだ。今阪神タイガースの試合が行われてやる。デッドボールとかなしやで。もうええか、顔きれいにしてテレビ出る資格なんかないねん。ワールドビジネスサテライトに出てる連中は。顔きれいになってる状態だったら、ヘラ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 笑いながら仕事するからやめろ。本当に。緊張感がまるでないんだよ、佐々木さん。もう年上って言うだけでいちいち、さん付けで呼ばなあかん時点で、もう嫌気さしとうねん、こっちは。実力ない奴らばっかりテレビ出そうから。こちらの方が上やって分かったやろ。実力がや。君たちみたいに癒着だけになり上がってきた人間、いちいちテレビ出てこられるんが本当に鬱陶しいね。民間人が言っていいんだよ。法的に。国家賠償法とかあるやろ。どれだけの金を、建設業界とかに回して、ええ格好したいねん。建設業界の作り手の人間の数が少なけりゃ、こんなにたくさんいろんな余計な工事されてなかった。当の昔に河川水門開閉式玉発電とか出来上がっとるわ。河川の幅とか全部調べて歩いて見て回った言うたやろ。向こう側に関してはもうほとんど山間部の間のところなんか見に行かれへん。あんなところ、芦屋の山奥で熊出とうやないか。そんなところまで一人で撮影行かして、淡井圭介に自力で自費で生活保護者に、それで自分たちの手柄にしよったのお前らや。ええか、経済番組一回中国で使う原発のウラン鉱を核兵器の数に換算して2000発とか放送しよったのがワールドビジネスサテライトや。一般人の人も覚えといてよ。その番組信じたらあかんから、知識のない人間ばっかり集まってきよ。なぜかって経済優先で動くから、人格で動いてない。平気で嘘言いよ。話ねじ曲げてテレビで放送してるところばっかりや。報道番組なんか実態全部こちらが探しとる。ええか、全報道番組に関わってる人間、バラエティも同じや。建設業界が
建物建てるような話、加速するような話は一切なし。減速させて全員解体業者の方を生かせたり、河川水門開閉式ダム発電の建設工事させたり、で、ただしそれはこちらがホームページに上げてる YouTube に上げてる内容をしっかりと見てからや。何時間かかろうと見ろ、手抜くな、河川の氾濫起きるぞ。こちらが全部指定してるポイントがある、その河川の幅だったら絶対大丈夫や。大雨降った日まで自分で見に行っとるぞ。ある程度のところの範囲だけど、それとその少し先の上流のところの河川の幅と、その先の河川の幅で明らかに倍ぐらい広くなると、そこに大雨の日の用の大型の河川開門水平開閉式ダム発電の回転扉式のものを置いたらいいって言ってるの。しっかりと見てないでしょ。閲覧者数が少なすぎる。議員も1000人以上いるはずでしょ、日本全国で。なぜ閲覧者はこんなに少ない。真面目に仕事する気ないんだったら、仕事終わって飲みに行ってる暇あったら全員見ろ。投票で選ばれた、知ったこっちゃないよ。髪の毛染めてる人間はなぜ議員に選ばれとうねん。選んどう方も実力ないからや。認めれるわけないやろ。すぐに議員から引きずり下ろしたるからな。お前らの金の流れ見たら、もう最初から全員違法行為側なんだよ。大企業の経営者とかから、裁判官から、国会議員になってしまってるんだから。国の金使って、東京オリンピック見たら分かるでしょ。9600億円も税金使って、2006年に東京都議会が基金集めたからよ。土星六方見たら分かるやろ。今回の裁判で上田裁判官、君議員じゃない、裁判官にいる資格ないよ。原告側に法律名求めてきたから、六法全書だけで一通り読み通すのに3日は絶対かかるよ。だから急いで見てるか、国家賠償を抜けてたよ、こちらも。全部かけて言ってくるんだろう。違うよ、君たちの働いてる会社である裁判所に現行法規と現代日本法規を置いてるんでしょ。自分たちで見なさいよ。法改正されるからこちらは買うお金なんかないんだよ。その時点で、法律名求めてきた時点で、裁判官になる資格なんかないんだよ。国庫にお金返納しなさいっていう立場なんだよ、こちらの立場。で、君たちは返納して態度で示さなきゃならないんだよ。統治がめちゃくちゃになるに決まってるでしょ。それバレるの怖がって、警察官と組んで、淡井圭介を何回も精神病院行きしたんじゃないの。9回も入れられてるよ、こちらが被害者なのに。許せることと許されへんことがあるって言ってるやろ。もう見たからね。ワールドビジネスサテライトの田中なんとかっていう人間、神戸地裁の窓口に来たよ。受付の内っ側、行政との癒着、なぜ裁判がいつまでたっても民事で始まらないの。法廷の内容を全国放送で放送してる内容なんか一回も見たことない。世間に公開しなさいよ。そうすればどれだけ裁判所で働いている勤務者とか、どれだけお金意地汚くて仕事を怠っていたか、すごくよくわかるから。どうりでこの国でめちゃくちゃだったっていうことは、すごくよくわかる。いちいちインターポールとか動かして、河合法務大臣とか下ろさなきゃならなかった。これが現実じゃないの。総理も同じだったんじゃないの。で、2019年に関して、淡井圭介が天皇陛下に会いに行って、佳子さまには会わせてもらえるみたいでしたけども、なぜ天皇陛下に会ってはダメだったんです。天皇陛下は総理を任命してるでしょ。天皇陛下に、
天皇陛下を今責めようとしてるんじゃないんですよ。情報どれだけ上がってきてますかって2人で会ってお互い腹の内思い全部を全てさらけ出して話し合わないと、どうせ間に誰かが情報を止めてますよって。90億人の命がかかってるんですよ。自然再生可能エネルギーで全電力を賄えるようにならなかったら全て夢物語ですよ。自動化で動く物流センター、淡井圭介が二十歳ぐらいの頃にそんなもんにいるわけないやろって言ったのこと思い出さんかい。電気自動車の方にバッテリー回さなあかん言ったやろ。自動化で動くロボットなんかテレビでも二度と出せなって言ったやろ。本当にこの近くの広北病院、岡場駅の近く、au ショップの近く、広北病院、そこで無駄なロボットを本当に置かれていたよ。それ税金だよ。バッテリーもついてるんだよ。採掘しなかったらバッテリーも永遠に持つわけないでしょ。エネルギーの残存量問題が一番上位だっていうことを教えてるのに90億人の命がかかってるから、どこの報道機関の人間もしっかり覚えようとせえへん。58番に簡略した文字化した文章100個もないのにそれ覚えようともせえへん。仕事の負けなのもいい加減せえで、それで高級もらえる？ええ加減にせえよ、お前らほんまに。本当に。全員実名だけでテレビ出ろ。それと身分証明書の改正、淡井圭介みたいに。自分の運転免許証公開しそうぞ、ホームページの一番最初のところ。根性あるとこ見せんかい。自分の名前すら明かさんようになった人間、絶対に悪いことしてる。裁判所で働いている人間が隠蔽に走った時点で統治案が成り立つわけないやろ。何考えてんのよみんな。公務員になっていい人間は公文書公開っていう法律をまずしっかり覚えること、自分の身分なんか偽っちゃならないということ、警察手帳でなぜフルネームじゃなくなったの。昔はフルネームだったでしょ。フルネームでも同姓同名の人間存在するのに。部署の移動とかあるから、本当にみんな行方不明ばっかりになるよ。警察官じゃないと捜査できませんっていう話になって、警察官は平気で窓口で断りよ。何もかもめちゃくちゃだよ。いい？怒って物言うの、こういう件。勇気いるの？精神病院に9回も入院させられたから、1回入院で3ヶ月近くですよ。で、その後、三振等以内までの請求で、私の父親とか、年金の口座差し押さえられたりしましたよ。同じや、言ってる意味。精神病院が異常者が経営してるから、精神病院の。飲ませてる薬とか見たらわかる。毒物飲ませよ。規則の方、薬品に関する部分の。そこまで書かなあかんの？書かなくてもいいだろう。書いたら書いたで。本当はもともとわかってたんでしょ？裁判所で働いてる人間が、暴力で、隠蔽してたって。もともと被害者だった人間が大多数の人間で、外から声かけて挑発行為して、裁判妨害とストーカー行為法違反と迷惑防止条例違反、他に違反行為いっぱいあるよ。挑発行為とか以外にも集団で行ったらこんなもの威嚇だよ。集団での虐待行為だよ。あるでしょ。それは317番に載せたよ、その法律。だけども刑事はまだ早いよ。先に民事で三審等以内の請求よ。
それでいろんな業界始末決着つけんかったら、そして淡井圭介のホームページに公開しなかったら、ずーっと悪いことしながら金稼ぎする連中が平気で、アイングループ薬剤師が必要、ふざけんなよ、余ってるんだよ薬剤師が、医者も余ってるんだよ。第二次世界戦争があったから、第二次世界大戦があったから、六法全書では法律の世界では第二次世界戦争なんだよ。医者が必要だったっていう話になっただけなんだよ。戦争終わって2、30年も経過した時点で医者が余ってくることぐらい分かっていて、もうテレビで一回何回かもうそれ放送してもらってるんだよ。覚えられない人間がもうその年になって30歳超えてでも覚えられないような人間は必要ないって言ってるだろう。だから30歳以下でテレビに出ることなんかそもそも不可能なんだよ、報道の世界で。そんな年齢までで覚えられるわけないから、法律のことも踏まえて含めてっていう意味だよ。特に経済番組でいい加減な人間、アナウンサー、女性が活躍する社会、男女平等、それだって責任持っておりなさいよ。佐々木さん、佐々木明子アナウンサー、君のことだよ。君の方が年齢上、もう敬語で使うん、嫌気がさしたよ。お前らがいつ人助けしてん。東日本大震災の時に何回も言ったよな、もう忘れるの、こっちは生活保護者なのに1万円岡場駅の前のリトルリーグのいい少年野球でも意味同じや。東日本大震災の募金箱を抱えた少年たちに大人が行動で示して見せなきゃなんないって思って、僕は阪神淡路大震災の被災者だったから、兵庫区に住んでたから、生まれも育ちも建物全壊したから、1万円1万円札投入したよ。そしたらその子たちと親、保護社会のその子の直接の親じゃないかもしれない、野球部の監督コーチの監督とかコーチの人かもしれない、大きな声で目いっぱい頭下げて、ありがとうございましたって言ってくれたよ。だから僕は自分の身分を明かしましたよ。阪神淡路大震災の被災者でって。いい。生活保護者の人間が一万円札を投入できるっていうことは、全員一万円札投入できない人間なんかこの世にいないっていうことなんですよ。全員が1万円ずつ投入したら、3万元以上の土地付き一戸建ての家、建てれるんですよ。数万件。家族数人で住むから、5万人以上の人は、住むところに困らなくて済むんですよ。たったそれだけの根性も、あなたたちの姿勢で見たことがない。全然聞こえてこない、そういう話が。これで今日の試合、阪神タイガース負けてたら、違法者がずっと勝つ世の中だったっていうことになるよ。巨大な違法組織が。いい。テレビ出てる人間に実力者なんかいないよ。今更淡井圭介のレベルについて聞こえてた人間なんかいないっていうことをずーっと何回も言われてて分かったでしょ。淡井圭介は寝転んでテレビ見るぐらいは本当はちょうどいいの。あんまり真面目になりすぎると、あなたたちに敬語で話してしまうから。年齢が上だっていうだけで。もうテレビ出た段階で、誰も彼も叱られなきゃならない存在なんだよ。阪神淡路大震災の被災者で、淡井圭介が、今の成人様に皇太子殿下の頃に、
君に任せるって、そういう言葉いただいてるんだよ。だから淡井圭介に会った人間が、もともと女性アナウンサーとかも男性も含めて、各テレビ局の看板アナウンサーになってるんだよ。安住さんも来た方じゃないの？1998年くらいフルーツラーパーク淡井圭介と話した？それで役員への道への扉が開かれてるんでしょう。正直言いますよ。僕より年上でしょ。役員のになるのは遅すぎる。遅いってそれじゃ。老人が社長なんか無理に決まってるでしょ。能力落ちてきてるんだから。今の時点で取締役でしょ。代表取締役になるのに、なる頃なんか、もう安住さん今50歳ぐらいなんじゃないですか。僕より年上のはずだから、僕今年46ですから、そんなものもういつも会社の責任に追及されて、辞めて、会社からいなくなって、その会社責任果たしましたみたいな形でテレビで放送する。それ最高位だよ。無理だって。危機感持てる人間が経営者務めがなかったら、会社なんかまともに稼働しないんだから。見てみなさいな、あなたたちのテレビ局。髪の毛染めてる人間何人存在するの？佐々木明子さん、あなたなんか髪の毛茶色で映ってるよ。茶色が金髪に近い形で。何年間も僕は、あなたたちの間違えた行動をずっとこらえてきました。だけども、そのこらえてきた内容、それ間違ってますよっていうことを、年下でもいいから、叱れる人間いなかったら、絶対この世の中無理。どこもかしこもむちゃくちゃな稼働の仕方してる、経済なんか一番下や！この国と癒着して、大金稼いだに来た人間ほど、ランクは一番下。わかりました。僕の取り分ずっとピンハネしてたんですか、テレビ局は。我が天下、戦国風のテレビの CM でわかったでしょ。テレビ局が国民の国営のね、テレビ局だったところからの分家で民間のテレビ局が出来上がって、そこが僕のアイデアをそこまで奪って金儲けして自分たちの給与に回してたんだから。今更、テレビ局で働いてた人間で、僕に頭上がる人間なんか、代表取締役だろうが、取締役だろうが、一人もいないからね。数年前遡って、責任追及されなきゃならない立場だよ。NHK 含めてね。これがこの世の中の実態。君たちのことだよ。しかるべき対応をされなきゃならない人間は、もう7年間以上経過してる。アイデアなんか出したら8年以上前や。もっとベースになってたのは、1998年頃の頃や。その話聞きに来てくれた人たちが存在してる。ずっとピンハネするんだったら、日中友好関係で中国が金払ってくれる話を信じるって。だけども中国のその別行という会社、途中で別行という名前に変えてもらったんですけども、もう日本がいなくなってる。インターネット上で記録は残ってるだけらしい。裁判所に訴えたら、その裁判所じゃない、法務局に訴えたら、そこの住所でそのような会社は存在しません、該当しませんよ。ソフトバンクもそう。逃げ回りよ、本当のことがバレたら。人の取り分ピンハネしたら、それ自分たちの口座が差し押さえられる車も含めて、それしっかり覚え、どこの国の人間もや、申してしまった後へ時効狙いになるやめろ。裁判所で働いてる人間が絶対テレビで出ちゃダメって言ってるのはこういうこと。全部癒着になるから、行政訴訟法で総理が揉み消せる、隠蔽できる法律があるでしょ。それなくさんかったら無理なんよ。安倍総理も本当は生きてるんじゃないの？元総理も。
死んだことにして逃げたんでしょう。安倍さんとかだったら政府の人間がすぐにその人を精神病院から出しなさいっていうことを言えたはずですよ。いろんな人間が絡みに来てるって、外から、家の外から挑発行為言って、テレビ出演者も同じ、僕に向かって、スポーツ選手も同じ、今の現役の選手なんか全員 YK 介より年下、三浦知良さんぐらいだけども、その人も本当は叱られなきゃならない立場、その人がトリガーになって多分サッカー界プロ化してる。で、日本中いろんなところでスタジアムを作ってしまってる。癒着で。阪神淡路大震災。東山コーポ。12階建ての100個ぐらい、100軒ぐらい入ってる家。マンション。分譲マンション。そこ解体されるまで、10年かかってるから。最初は7年間ぐらい、ほったらかし、ずっと。ネットだけ張って、足場だけ組んで。何してたか。神戸ウイングスタジアム作ってた。神戸市西区に総合運動公園があるのに、4万人近く入るんですよ。すごく綺麗なスタジアムですよ。もうええか、プロ野球業界は淡井圭介に言われた通りの順位にしなさい。対戦チームがの人間が責任持って頭なんか貸したらええねん。淡井圭介はいちいち頭なんか取ろうとすんな。もう引退した選手で何人おってん、淡井圭介の頭なんか借りた人間。いろんな理由がなかったら、もともとワールドベースボールクラシックとかで世界一になれなかったの。法律の部分プラスで、力の分配とかあるから。そこで正当性のある人間の話がないと無理。阪神淡路大震災の被災者であった淡井圭介、25年間以上もほったらかしにしてたのはあなたたちだよ。実際に年俸そんな金額もらってない話でも、そんなことぐらいわかるよ。選手会があるんだから、淡井さんの力をずっと使ってたんだから、誰も淡井圭介さんを一人も助けようとしなかったんだから、アナウンサーも含めて、経済界も含めて、議員も含めて、一人も信じれる人間なんかいなかったんだよ。家の中で何回も一人で泣いてる日があるって言ってるだろう。理解しろよ、この無茶苦茶な話を。ずっと踏ん張れるわけないやろ。泣くか怒るかのどっちかしかないって。それを薬飲ませて隠蔽しようとしてるのが警察官とか検察官だよ。裁判官だよ。当たり前でしょ、こんなこと二十何年間もしていて。どこの国も人口少子化するに決まってるでしょ。みんな未来がのことなんか分かってしまったから。どう考えたって社会がまともに回るわけないんだよ。行政の人間が仕事、法律違反をずっとしっぱなしで隠蔽ばっかりして、まともに生きていこうとしなかったから、誰も希望なく持てるわけないだろう。一人の人間にこんだけずっと背負わせて、誰だよこの本当の話から逃げてる人間。この動画の閲覧者数が1万人突破しなかったら、絶対無理だよ。この国も終わりよ。ある日突然、石油とかガスの輸入が止まって、それで終わりだよ。こんだけ困ってる顔してるのに、わからないでずっと僕の訴訟、ずっと隠蔽して止めるんだろう。隠蔽する気ないんだったら、もう3ヶ月も経過してるよ。差し戻しの件、5月に出してるよ、書類。即時抗告して、性質上合わないって。法廷で裁判官が何って言ったかとかの記録全部残さなかったら、後の世代、ほら見る行政側に回ればずっと隠蔽できるって、そうなるから。本当にそういう入れ替えが必要。無理。もともと裁判官の一族は腐ってたから。これは本当の話。
アナウンサーも同じ。隠蔽側だった。ヘラヘラヘラ、テレビ出て笑ってる。もう一回淡いケースが泣いてるところ見。この涙も全部本当や。泣いと、涙が出と。お前らが金持っちゃダメだったんだよ。お前らって言われて当然なんだよ。隠蔽して高額所得を得てた人間が、本当は横領罪に使わなきゃなんないに決まってるでしょ。以上、淡井圭介側の公務員、全員援護して、そうじゃないと無理、本当に滅ぶ、具体的な内容、言ってる、しっかりと見ろ。以上。